はい、ということで、今回はこのメンツで走っていきたいと思います。肌そことか、貴族、ビッグちゃん、トレイン、ナンバーナイン、ニセペンギンとか、まあ、マリカ勢で、元ランカーとか日本代表クラスのやつが6人とか7人いて、あとアマース勢の中でも、早いよって言われてる、ポンズ野郎とかね、慎太郎とか、メイヤ君とか、なんか、いろいろいる部屋に、急に放り込まれました。はい、ドリッピーです。よろしくお願いします。僕15分前まで寝てました。はい、急に肌そこに、電話で起こされて、ドリッピー今からフレッセンすっぞって言われて、いやです、眠いですって言ったんですけど、もうどうしてもやってくれって言われたんで、もう仕方なしに走ってます。このメンツの中でさ、1位取れたら、それは俺、本物だよな。それをこの動画の中でみんなに見せてあげますから。いんのか、この中に。初日にタイムアタックで世界1位取ったやつ、俺以外にいないんじゃないの。俺だけじゃないの、これ。これいけますわ。つか本当に3位だわ。なんか知らんけど本当に3位だわ。これいけるぞ。ナイスナイス。トレインのファイアボール気をつけて。いいよ。さあ、緑コーラ怖いね。来た来た。あー、マジか。まあ全然いいでしょう。みんなどうなんだろう、これ走ってんのかな今。ちなみに、最悪、 DLC が配信された、当日です。はい、昼です。うわー、そっか、なんだこれ。ワンワン、こっちからそうや出てくるんだ。おい、気づいたら12位じゃねえかよ。最悪だよ、最悪だよ。寝させてくれよ、肌さこ。こっちとらまだマリカが配信されてから、なんかいろいろ昼夜逆転っぽい感じになっちゃって、まだ3時間しか寝てねえのに、なんでこんなテンションで実況しないといけねえんだよ、こっちがよ。しかも、もうこれフレセン、まあ今これ2個目だけど、今日夜にもフレセンがあって、配信した直後にもフレセンあったんで、今もう今日だけでフレセン3回折れてないといけないんだけど。そんなことあるや、こっちか。あ、いけるいけるいける、いいよいいよ。いや、もうこれ9位とかでも6位ぐらい取ったら1位みたいなもんだろ、これ。今1位です。はい、皆さん今1位です。ドリッピー、よろしくお願いします。こっちまだコースちゃんと把握できてないところから、うわー。まあまあ、でもなかったから、キノコなかったからワンチャンこれはある。後ろがでも来るな。これもうそろそろ終わりか。もうそろそろ終わりっぽいな。やばい。とりあえずビル取らないようにしよう。ビル取らないようにしよう。風かせー。クソキモス、クソキモスじゃない、ごめん、ニセペンギン。あ、まだ相手ボックスある。うわー、最悪。長い、このステージ。やめて、危ない、どこ、怖いです、すいません。9位ならいい、9位や、9位、1位みたいなもん。あー、まあ普通です。はい、まあこんなもんでしょう。おお、貴族と慎太郎ナンバーナインさんに勝ってるから下見ていこう。はい、続きまして2レース目。あ、ちなみにこれ言ってなかったわ、8レース走ります、この1動画で。でそれが、まあ何個かやる、何個やるんだろう。なんかたくさん走るらしいです、今回は。だからこの動画で、DLC 第3弾の新コースは、まあ、一応全部走るみたいな感じになりますね。正直ね、今回の新コース結構俺ね好きなコース多いんだよね。しかもマリカがどうやら DLC 第3だから、結構仕様が変わったところあって、キノコ出ろ、 OK、 仕様が変わったところがあって、なんか音さんがなくなったりとか、あとなんかキャラクターとかによって無敵時間が変わったりだとか、なんかもろもろあるらしいし、なんか1位だし、1位じゃねえ、3位だし、いける、 OK、 ビークちゃんやりやり、あっはっはー、うらい、マジで許さない、ポンズ野郎嫌いです、ポンズ野郎嫌いです。そう、そういうアマースマリカ杯でもなんかポンズ野郎と決勝とかでね頑張って、僕たちは切磋琢磨した仲なんですよ。そんなに交流ないけど、そんなに交流ないけど。よし、あー、木野さん、まあまあまあ強い、割といける、9位はいけるけど相手の動ができない、仕方ない。これはもうすぐだね。俺ここのステージ結構好きよ、あのショートカとか。つか、でも短いね、これは。ここは短いですね。あとね、DLC で、一番変わったところがあるんですけど、それがアイテムスイッチありの、フレセンっていうか、できるようになったんですよ。だから、まあ、こうやって今、普通に走ってるんだけど、まあ、サンダーだけとか、キラーだけとか、アホみたいな特殊比べができるようになったんですよ。それ正直。ジャンプアクションしちゃった、うわー、最悪、ナイス、マジか、神さん、神さんです、神さん来た、神さん来た、あー最悪、ちょっと、いやでも6位割り、うわ惜しかったな今、マジで惜しかった。
まあでも6位です。いや、いいんじゃないこのメンツで6位。おお、強い。義足より速い。さっきの話の続きだけど、アイテムスイッチがあるからさ、ちょっと待って、ちょっと待って、誰このカスタム。なんか変態カスタムがいる。ガチ部屋のはずなのに誰。義足じゃねえか、おめえ。おめえ舐めてんのか、マリオカート。そんなな、よくわかんねえカスタムで勝てるほど甘くねえんだよこの部屋はよ。俺義足に負けたら、義足に負けたらマリカ引退します。冗談です、すいません。あの、軽々しく引退って言わない方がいいって、あのポケモンカードで学んだんで、やっぱやめます、引退は。大体多分負けます。でも今のところ勝ってるよな、多分マジで舐めてるな。さあ、キノコ1個、これ TA で1個で一応ね、あの、ここからしっかりと、まあどうせみんなやるだろうけど、1個でもね、ちゃんとショーツカット、あ、できないかも、これ間に合わない。あ、終わった。終わった、できるんですよ、本当は。ちょっと入りが甘かった。まあ1周目だからいいでしょう。でも3周目でやったら地獄だ。はい、ダッシュ板踏んで、オッケー、ナイス、当てていく。さあ、どんどん食え。おお、トレイン飛んでる。やっぱ飛んだ方が早いのかな。普通にあれか、三段をケアしてんのか、お父さんが亡くなったから。さあ、行くぞ、ドドレイン。え、つかすごない俺、毎回上位走ってる気がするか、これ。さあ、ビッグゾーの、後ろにしよう。さすがにね、これはもうこのままなんか上を目指すってよりかは、この順位をキープするような走りをしていくのが、もしかしたら今の俺からしたら強いんじゃないでしょうか。はい、日野さんあるんで、もうこれは完璧です。こっちから、はい、飛んでいく。いい、痛い、ぶつかった、危ない。ガバガバすぎ、うわー、怖い。ここめっちゃ電車上がる。え、待って、やばい、来た。これであいつはキノコ持ってたから回避したよな。回避したが2位です、2位です。来ました、ビッグゾーやりました。うわー、取られちゃったが、いや待って、これは1位を狙わんといけん、絶対にいけるぞ。みんなちゃんと見せる、いきなり投げます。ここで赤を出して、強ないですかこれは、さすがに。うわー、マジか。おー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 おお、ほら、お父さんなくなった、こういうこと、お父さんなくなったんだ。これに勝てるぞ、これ勝てるぞ。これ右行った、マジ違うな、行けないな、やばい、いける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 、待て、これ本当に1位狙いたい。ママスナイプするわ、ここ、助けて。最悪、うわー、どんどん注意が下がるよ、ママ、助けて、ごめんなさい、俺が1位だから、夢のまた夢の G を狙う僕が間違ってました。モブ兵を維持したまま2位とか3位とか上位を狙えばよかったです。終わった、最悪。さあ、ということで、これがゴロイワカップだったっけ、それの、最終レースですね。まあ今折り返し地点、メイプルツリーハウスか、やっていきましょう。 Wii のステージだったらしいけど、俺はそんなに遊んでないのでわかりませんと。ただ、アイテム取れない。こっちか。こっちか。まだね、一応 TA は走ったんだけど、まだなんか、体に馴染んでないわ。どっち行けばいいのかたまに分かんなくなる。おー、出た！そう、これ、キノコ出るよ。たまに、あー、マジかですか！とりあえず、ビリースタートだけど、まあ大丈夫だろう。コイン回収。コイン回収。結局コイン回収しとけばいいだけ。中出ろ、オッケーオッケー、コイン返して、いいよ、金が、この世は金が全て、美味しいです。12位だから、これアイテム交換しとこう。はい、ふぅ。さあ、あ、まあでもスターキノさんは全然悪くないっすね、これ。よっしゃい、これで左行って、これで1周目が終わりか。で、右側にもアイテムボックスが1個あるね。よいしょ、オッケーオッケー、スターを回していけ、いいぞ。これこっち側行きます、こっち側行って、ちゃんとアイテムも行こう、交換したい、していく、痛い、大丈夫、まだ12。全然前に出れない、どうなってんですか。まあ、でも次アイテム1個交換しよう、ここでアイテム1個交換で、もうこの曲がった後でキンキでも使っちゃう。さあ、もうここから前出るぜ、偽ペンギン、俺は負けない。7位、7位ならいい、いらないアイテムは、もうインを攻めるのが一番の近道。うわー、緑コーラ怖え、緑コーラ怖え、死んだろ、緑コーラずっと回す、うわー、赤コーラやばいって、ちょっと待って、これ来る、これ来ちゃう、赤コーラ俺に来る、
来ない、来ないです。これつかもう上がやばすぎる。前二人が三つ回しまくってるから避難しちゃう。あ、こっちか。これいつも分かんなくなっちゃう。うわー、貴族まだがこれ持ってた。持ってる、持ってる。あナイスハンダー、ナイスハンダー。見た、みんな、これがマリオカート元世界一位の、オッケー、元世界一位の反射能力です。はい、どれビビってんね俺に。あ、違うな、キンキンの使いたかっただけか。6位いいよ、半分。6位は1位って先生が言ってた。よいしょ。さあ、キノイチ、キノイチ取られていく。せっかくわざわざ遠回りしてまで手に入れたのに。キラ来る、キラ来る、キラ来ちゃう、キラ来てるね。こっちは7位、7位、7位、いや、いける。いや、7位だ、これ、これ7位だ。いや、まあ悪くない。このメンツでビリ取ってないのがまず奇跡、それを称えよう。さあ、総合は何点なんでしょう。ほう、7位。ほらね、義足に勝ってんだよ。はい、ということで、5レース目やっていきましょう。こっからはムーンカップだったっけ。ムーンカップになりました。スーパーマリオオデッセイっていうゲーム実況を俺今 YouTube 始める前にニコニコ動画で毎日投稿してたんですよ。ムーン999個集める実況シリーズ、結構長期で日刊投稿してたんだけど、かなり思い入れのあるゲームで、ムーンカップはだからこそ好きですね。まあこの別にこのステージとなんかムーンが関係あるかって言われたら関係ないけど別に。じゃあやるぞ。ただここあれだな、車が大量に通ってるんだよな、すごいことになってます。これいい走ります。タイマータックだったらこっちの方が早かった。ただ多分外回りしたらアイテムが2個手に入るのか。怖い怖い、うわ最悪、やめてやめてよ。どうせお前ら全員俺よりレート高いだろうが。多分ここの平均レート3万とか4万になってそう。いや、もっと高いかもしんない。よいしょ、えい、木野さん、木野さん、おー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 、変態カスタムの義足、もう諦めろってお前、そのカスタムじゃ無理なんだよ、この部屋でトリッピーにも勝てないくせに、トリッピーにも勝てないくせに。ありかやめろ、ありかやめろ。でも義足は偉いから、マジで何にも浮気せずにずっと日刊投稿でマリカ上げてるから、俺応援してるよ。さあ、アイテム2個これ欲しいですね。あ、違う、バッグがいるじゃん、ふざけんな。義足の話してて全然見てなかった。終わった。あーでもアイテム取れてる、交換はできてますが、スター強い。こっち、こっち、いった。あそこの回答マジでちょっと撤去しよう、税金を募ろう、マリカ勢全員の必税で、あの街灯撤去したいです。あれマジでちょっとぶつかっちゃうんですけど、危ないですあれ。さあ、しっかりとアイテム2個、わー取れない、取れないし怖い。わ、なんかジャンプアクション決まりました。アイテム取られた。でもなんか4いる、4いるけど、これめちゃくちゃ怖いし危ない。こっち側のじゃない方がいいような気がしてきた。アイテム2個今度は取れる、取れた、強いよ。 OK、 ここの街灯撤去しろ、危ねえから、いけるぞこれ。これもう3周目だよね。強ない俺、めっちゃ強い。うわ、サンダーもっと早かったら神だった。4位はありでしょう、マジで強くないこれ。はい、4位もう1位ですこれ。おお、すごい強い。はい、それじゃあピーチガーデンやっていきましょう。ここはね、タイムアタック、初動でも結構走ったんで、かなり好きなコース。まあでも多分ここら辺にいる人たちって多分もうマリカ大好きみたいな人たちだから、普通に DS 時代からめっちゃ走り込んでんじゃないかな、わからんけど。はい、でも取れなかった。さあ、ここのステージはマジでその初動でさ、キノコを引くかどうかによって順位がめっちゃ入れ替わるから、1位の1位スタートのアドバンテージとかが俺らあんまりないと思うんだよねここだから、普通に、うわー、止まってる止まってる止まってる。みんな順番に順番です。なんか普通にさ、自分が悪い順位だった時はここ投げるの割と良さそう、全然それが巻き返せるからさ、コインも。おー、石は危ねえ、いやらしいとこにバナナありましたわ。11位、コインだけ回収しときます、今はそういう時期です。うわー、こいつ怖え、伊豆さんマジでやらかすぞ。さあ10位、だいぶ後ろに1人いるな、サンダー振るんちゃうかワンちゃん。ここはしっかりとコイン回収が、あー、サンダー振るとか思ったら
俺が3台引きました。これどこ、まあなんかもう普通にいいとこで俺が一番強いとこで何も考えずに撃っちゃおう強いよ強いよ。あ、でもここアイテムが、つかここアイテムがさ早かったからさ、次のアイテムまでみんなまたアイテム持っちゃうから、みんながあそこのアイテム前だったような気がするし、俺なんかめちゃくちゃやべえことになってるし、なんだったらパックンが邪魔すぎるから早めに入っておきます。パックン世界で一番これマジで困る、この子の扱いに困ります。え、3位なんだ、ビッグちゃん、ビッグちゃん絶対に良くないことしましたね今。うわー、メイヤ君ごめん、やめて、怖い怖いよ。でもまだ3位、うわー、ビッグと絶対で勝つ、あいつに絶対勝つ、怖い、なんか後ろがすごいことになってるすごいことになってる。もう4位 よくないか俺、みんな分かった、結局ね俺早いんですよ。ああ最悪、お前許さない、怖いです、助けて、怖い全然スターにクラクション打っても意味ないです。さあアイテム2個取って最後のショート化したいが、まだ6位、うわー最悪、いや意外といけるか、前が、うわねえ納得できねえよ、何が、俺何悪、俺が何やったって言うんだよ、荒れすぎでしょ最後、最後荒れすぎでしょ、危ねえ。でもビリ回避めちゃくちゃ荒れたわ、サンダー振りまくりなんだけど、やっぱ最後がサンダー回避するなら、はい、ということでまだ8位です、あと2レース、今回は、12月クリスマスのシーズンになりました。とても雰囲気のいいメリーメリークリスマスマウンテンみたいなところからお送りしましょう、よろしくお願いします。やっぱマリカ楽しい、マリカ神ゲーです、みんなもマリカやろう、最近スプラとかポケモンとかそういうのに任天堂ゲーマーは浮気しがちだけど、やっぱマリカはね本当にねめちゃくちゃ面白いですよ、これこのゲーム、なんでこんなにおもろいんだこれ、レースゲームなのにこんな感じで止まったりして運ゲー要素が挟まるのもかなりね、立ち回りが大事ってところも魅力の一つかもしれない、シンプルなスキルじゃないから、はい、ご縁回収。ただこの次のあそこのアイテム、ここマジでアイテム全然取れないんで、あ、今回2個取れたけど、あそこマジで取れない、あれだけはちょっと任天堂さんどうにかしてください、はい、コインが9枚、これはもういけますね、こっからそんなに結構離れてきてるな前と1位と結構離れてきてるが、いやこういう時の方がね勝てたりするから、マジで3周目までの順位は関係ない、3周目までのコインの枚数と持ってるアイテム、うわーやめてやめてやめて、危ない危ない危ない、さあそれだけが関係あるんですよ、いいよ、こういうところでスター出てるのが最強だから、これね多分ね危ない、これも勝てる内容です、これちゃんと PA 走りをさせていただく、え、めっちゃいいんじゃないこれ、いや8位、まあ微妙だな、でも前詰まってるよね、順位じゃなくて前が詰まってるから、これスターの裏になんかかなり強いのが出たら全然ある、さあ何が出るか何が出るか、怖い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 、キノイチ、次のアイテム交換か、怖いねー、ちゃんと見てるよ僕、ここはほらやっぱこういうこと、最強です、最強です、うわキノさん強っ、え待って1位いけるわこれ、これ1位いけるわ、1位は無理かもしれないけど、こう、あ、間違えない、うわライミスった、最悪、もったいない、いやでもいける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 、いやったーつ、うわー取らないで、リクソンやめて、リクソンやめて、やめて、肌底トレイン、肌底トレイントリッピー、うわー抜かれた、マジかー、え、でも強ないっすか僕、ちょっと肌底トレイン、ビクゾートリッピー慎太郎だよ、俺このメンツで点取りすぎやろ、伊豆さんに勝ってんだけど、はい、ということで、ファイナルレースでございます、ここ、200cc 限定になりますが、俺ね、なんと元世界1位です、よろしくお願いします。トリピさん、マリカ早い、ありがとう、トリピすごい、ダイナアタックで世界一なんて最強、ありがとう、あ、ということでこいつらに分からせてやるわ、こいつらに世界1位という高みがどれほどの存在かお前らに教えてやろうぞ。さあ、あ、なるほどね、相手はそっち側に出るわけですね、ちゃんと、あ、やばいやばいやばいここ悪魔のコーナーって呼ぶわ俺、マジでむずい、ここ毎回フル戦で落ちるんだから、ここちゃんと練習しよう、はい取っていく、
からの、あ、ここの、ここのアイテム取りますよ。くださいね、くださいね。いいよ。まあでもまだいける、まだいける。でもここショートカットがあんまないから、もしかしてこれレインボーロードあるあるだけどさ、なんか打開が厳しくて結局このままのなあなあな順位でゴールしてしまうってやつじゃないの。これ土星の、土星の輪っかでドリフト決めてます。土星の輪っかドリフト決めて、アイテムは危なっ。お、強い。あー、怖い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 。もう前出る。でトレッチが赤コーラ持ってたから、赤コーラ来た瞬間に俺吐きます。あら、ないか、違うか。よいしょ、アイテム取って、うわ弱っ。これわざわざ降りてアイテム取ったのに、もう一回アイテムくれ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。トレッチ一生に行こう。ここくそ、もういいか。あー、いいよいいよ。スターはサンダー振ったらワンチャンある、サンダーでワンチャンある。まだ持つ、まだ持つ。よいしょよいしょよいしょ。えで、え、5位強っ、早すぎ。ジャンプアクション入らなかったか。はい、ここからせーの、来い。まあ悪くない、まあ悪くないよ。いいよ、ビッグゾー落ちた、ビッグちゃん落ちたよ。なんか止まってるやつがいる。なんで、あ、え、なんで今、なんで、うわ最悪。うわ、赤コーラ受けなかったら結構いい順位だったのに、くそー。8位。まあ末広がりの8なんで縁起がいいですね。さすが世界一、やっぱ持ってるわ。ということで、総合順位は、あー、まあまあまあ、え、悪くなくないかこれ。だいぶ上振れたな俺正直今回。なんで上振れたんだわかんねえけど。ビグちゃん、トレイン、ハタソコ、ポン、あ、やっぱポンズメイヤ早いな。で、イズが入ってトリピエ、ナンバーナインと義賊に勝ちました。まあ義賊はあれだね、なんか変なカスタムだったから。おい、戻せよ、ザコなんだからそれ。で、ナツピオンさん、シンタロウ、ニセペンギン。ニセペンどうしたおめえ元ランカーだろ。はい、ということで、今回はマリオカートの DLC 第3弾の、突発的にハタソコに、誘われたフル戦、これにて、終了でございますが、またね、ちょくちょくマリカーの動画は上げていきたいと思いますんで、何卒よろしくお願いします。お疲れ様でした。